はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。今日もケムフレ3の動画撮っていきたいと思います。ということでね、9月10日0時を回りまして、無料10連の方が来ましたので、今日はね、今日からね、毎日、撮っていきたいと思います。でもね、ちょっとね、毎日ちょっと投稿できるかどうかわからないんですけど、一応収録の方はね、毎日していきたいと思います。でね、今日はちょっと最初にイベントの方で手に入ったね、こちらのシナリオイベント星4フレンズ招待の方を一発ね、景気づけに引いていきたいと思います。持ってないフレンズ、まあ、特にあれかな、ホワイトライオンが欲しいかな。まあ誰が出てもね、突出るんで嬉しいんですけど、誰かな。お、ラッキーさん、だだ、おーおーおー、あいやいだ、やった。何突目かな、わかんないや4突目かな、3突目か、どっちかな、わかんないや。フォトが多分フォトポケ 4つ目が開いたのかな、わかんないや。ということでね、無料10連まずね、あ、今日はね、初日ということで、ステップ3まで引いていきたいんですけども、確率ね、ちょっと高めにしてくれてるかなって思ったんですけど、1% でしたね、星4フレンズ。なのでね、すごく確率低くなってます。ピンポイントに狙うのは難しいかなと思われます。一体、これ 0.026% なんで、ピンポイントで狙うのは難しい。これでね、それで、今回ね、この無料10連、工場キャラだけじゃなくて、イベントの限定キャラとかもいまして、結構ね、美味しい無料10連になってるんで、新規勢の方とか、復帰勢の方とかもね、ぜひね、今日から始めてみるのもいいかなと思われます。ということでね、早速無料10連分いきたいと思います。まあね、期間中に、ね、無料でね、誰かを迎えできればね、嬉しいかなと思うんですけど、まあ今日はね、ステップ3まで引いて、誰かお迎えしていこうかなと思います。でね、おまけの方で、キラキラがね、250個手に入ると、運が良ければですけどね、1% の確率で出ます。おまけもね、運要素はすごいあるっぽいんで、まあ、運が良ければね、10連分キラキラが手に入ると、すごい嬉しいことですよね。だから無料10連分だけ回してキラキラが手に入るっていうこともね、あり得るんで。まあね、今回はかなりね、やっぱ1周年っていうこともあって、美味しいね、無料10連になってるかなと思います。で、自分がね、持ってないフレンズがね、5体ぐらいいるんですよね、確かこれ。このガチャで出てくるやつだと。なので、期間中にね、持ってないフレンズね、誰かお迎えできればいいかなと。ということで、20連目いきたいと思います。130です。あー、来ないな、やっぱり。あ、ラッキーさんした。フォトは確定ですね。はい。金色。なので、確かね、あ、張り込みだね。オッケー。持ってないのが、ホワイトライオンと、大陸狼と、カバーと、かんざし風潮と、チンチラかな？そう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 。確か出るんで、そのメンツも。なので、ね、期間中に持ってないフレンズもね、お迎えできればいいかなと思います。いやー、やっぱ出ないかな。初日なんでね。まあ、気長にね、20日間かな。200連なんで。毎日ね、皆さんも引いて、ぜひね、欲しいフレンズをお迎えしてください。ということでね、平和ですね。星4フォトだけかな。はい。ということで、20連目。30連目で出てくんないかな。やっぱ 1% だからね、出ないよね。はい。なんもないで、ね。まあまあまあ。どうなんだろうな。結構ね、このガチャ美味しいと思うんで、ステップ3まで、まあ回すんだったらステップ3まで回して、チケット手に入れるのもありかなと思いますけど、どうなのかな。まあ、無料10連だけでもね、期間中に、まあ、出てくれるか、どうなんですかね。1% なんでね、正直難しい。まあ、自分もね、今日は初日お迎えできなさそうですね。まあまあまあ、こんなもんだよね、やっぱり。せめてね、2% ぐらいあったらね、よかったんだけど、1% じゃやっぱ来ないよね。よし、じゃあ、行きましょう。お迎えしに。誰が来るかな？お！
りましたわ、ホワイトライオン来てくれた、めちゃくちゃ嬉しい30連した甲斐があったということでね、期間中にも私はホワイトライオンって言います。早速ですけど眠たくなってきたので、おやすみなさい。おやすみなさいということでね、期間中にね、まだキラキラがね、ちょっと余裕があれば、ステップ3までいつかね、他の日でもちょっとやっていこうかなと思います。基本的には初回の10連だけになると思うんですけど、明日からあれですね、ジャイアントパンダの方も実装されるみたいですし、なんだっけ、体力測定かな。はい、ということでね、今日はこんな感じでございました。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。それではまた明日。